こんにちはキックンです今回は前回お伝えした、ね、ギターサウンドに付随してディレイのお話が出てきたと思うんですけれどもパラメーターの詳細をせっかくなのでお伝えしてみたいと思いますまずディレイを読み込んでみたいと思いますまずこのプラグインというところねここからえ三角のところをクリックしてこの何にもないスロットのところにディレイと入ってますねこのステレオディレイクリック そうするとパラメーターがこのように出てきてくれますね。そうなんです。広げるとこう、あのスライダーも出てきてくれます。で、これは、あの要するに言うと、えー、音のこの原音を変えずに、この余韻、余韻の音だけを変えるっていうパラメーターなんですね。ステレオディレイなので、右と左があります。レフトとライトね。で、まずレフト。4分の1てなってるんですけど、これ何かっていうと、左のスピーカーからは、 4分音符でディレイの音が返ってきますよってことなんですね。今の設定だと。で、右だとライトが8分の1、8分音符がパン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 と返ってくると、左がパン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 右がパン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 って倍の速さで返ってくる。で、両方を同時に鳴らすとパンパパンパンパンって聞こえるわけです。こういう感じ。ほら、パン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 って感じ、雰囲気聞こえますよね。ということは、まあ、これは雰囲気に合わせて、 変ええちゃえばいいです例えば、どっちも8にすれば、ほら、8分音符。もっと早くしちゃえば、ほら、タラタタンって早く帰ってくると。まあ、これは好みで変えられるんですけど、まあ、おすすめは、まあ、片方が1 4分の1で、片方が1 8分の1って感じですね。あと、このドッテとってありますよね。あと、トリプル。これは何かというと、3連符とか、普天音符のリズムで帰ってくるよっていう意味です。っていうのは、この、えー、スピードなんですね。 で、あのー、そ次に、ここですね。ハイカット。ここ大事。ハイカット、ローカット。これは最も結構、あのディレイを使うときね、最も使えますね。でこれは、要すぎるに言うと、ハイを下げると、高い音の成分が聞こえなくなるってことなんですよ。ほら、全部これフルで鳴らすと、 もうそのままの音色がディレイで返ってくるんですけど、これをこう減らすことによって、高音が削られる状態になると。ほらさっきよりも返ってくる音がこもってるでしょはいがほら。こもった音が返ってくるということができます。逆にこのローカットっていうのは何かというと、まあ、もちろんこうローカットね、すると低い音は返ってこないので、スカスカなちょっと高い音、高い音域の あの周波数の音だけがリあのディレイの音として返ってきてる状態なんですあんまり返ってきてないですよねこうするとほらスカスカな音だけが返ってきましたよねということができます、えー、まあおすすめなのはこうですねローもちょっとカットしてハイもちょっとカットするとそうするとこの中間の部分だけこの間のが返ってくるような状態になるのでこういう感じ こもった音だけが返ってくる状態になるんですよ。これおすすめのセッティングです。まあ、もちろん曲やアレンジによって異なってくるんですけど、それが正解かどうかっていうのはまあでもね。これ、結構奥行きを出したりとか、あんまり必要以上に返ってくるとうるさ,さくなってしまったりするので、このね。中域の影をね。減音に影をつけるような音作りっていうのをしてあげると、非常にあのミックス的にもまとまりがいいものになります。 それではですね、あとはここですね、フィードバックってなりますよ。レフトフィードバック、ライトフィードバック。これ、フィードバックは何かというと、やまびこの回数ですね。ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー、ヤッホーが、えー、どんぐらい続くか。もちろん多ければ多いほど、どこまでも続きますね。ほら、さっきより長いですよね。もうどこまでもヤッホーが続くというのが、このフィードバック。そして、レフトミックス、ライトミックスっていうのがあるんですよ、ここ。これ何かというと、 もう大きくしたらもうディレイの音しか返ってこなくなって、原音が鳴らなくなっちゃいます。ほら、MAX にすると、ほら鍵盤押し,たの押したのにちょっと遅れて返ってきちゃうっていう。まあ、なので、これはまあ大きくしすぎると問題があるので、まあ、こんな感じ原音がちっちゃく聞こえて、ディレイがいっぱい聞こえるみたいな状態にできる。っていうような状態になりますね。そして、このディベーションっていうところ。 これは何かというと、かかり具合がね、こう遅く聞こえるんですよ。これ上げれば上げるほど遅いですよね。早くすると、なんかトロルルンっていう風うに。まあ、要するに言うと、さっきやったこのレフトノートと、えー、ライトノートっていうのを音符単位じゃなくて、まあ、数字で表したものって感じ、パーセンテージで表したものっていう感じなんですよね。えー、ということで、一通りこのディレイの,、ね、あの音作りというのを今お伝えしたんですけれども、 なんとここにねプリセットが実はあります何も考えないで簡単にいろんなパターンを切り替えたいということであればこのプリセットから選んであげるとまあ自分で考えることなくこう選ぶだけでねいろんなパターンがあのステレオディレイが選べるのでまあここの ね、部分から選んであげるっていうのも試してみてくださいまあ,、うん、あディレイの設定っていうのはねもう曲や曲調によって必要なね、えーあのー、設定というのは全く違うので正解はないんですけれども遊んでみてくださいそうすればね演奏するのもきっと楽しくなります例えばねディレイがないとこういう音だったのにまあ単純な音ですけれどもこれ入れるだけで フフファァァンワンワン,ワン,ワンっててなるから楽しいいでですすよねねう感じです、ねえー、僕のチャンネルではこういった情報を毎日豆知識をお届けしておりますのでチャンネル登録をしてぜひ情報を聞き逃さないでくださいいつも見てくださいましてありがとうございます高評価をチャンネル登録よろしくお願いしますきッくんでしたありがとうございました